さんこんにちは、DT 村田です。はい、今回は前回に引き続きまたまた新しいシューズが登場します。こちらはこちらになります。おなじみといえばおなじみですかね。ザ・シンプル水野らしいこのシューズ、ウェーブドライブ9でございます。こちらですね、柔軟素足感覚を求める新ソールの新ドライブです。ソールが新しくなっております。ウェーブドライブネオ3ドライブ9ゼロ共通ですね。ソール軽量設計、コートを感じやすいドライブ DNA ですね。グリップ性耐久性を高めた衣装、この土踏まずのところですね。こちらですね、三角形を密集させ、より高いグリップ性を、そして三角同士をつなぐブリッジを配置することでより高い耐久性を狙ったデザインとなっております。セパレートソール、ラバー削減による軽量化ですね。のかかとのところのピンクのやつですね。あとは、ディフレックスブルーといって、収束部に斜め方向の極光を入れることで自然な蹴り出しをサポート。ソール巻き上げ、全速のラバーを巻き上げることで設置時の柔軟性をサポートしております。そして最後、クッション性と耐久性を両立した水野独自の機能ということで、こちらになりますね、水野ウェーブです。はい、こちらが新しいソールの新ドライブソールとなっております。まず最初に価格は税込みで 11,550 円ですね。重量がですね 235g、 26cm だとですね、とても軽いシューズになっております。アップデートしたこの新ドライバーデザインそのままに、機能を大きくアップデートしたそのアップデート箇所とはといいますと、一つ、ソフトな前足部、ここっすね、ここ他の人工革に比べて柔らかい足あたりの革を使用採用しています。これで素足感覚というのをさらに体現しております。で、高級感のある RB、 これですね、ちょっとね質感が違うんですよ、今までのと。刺繍っぽいような、ちょっと光沢のある、確かにすごく高級感が増しているこのナンバードマークですね。旧デザイン、伝統的なモデルの9代目ということで、アッパーデザインにも漢字の9を使用と、ここがね漢字の9になってるんですよ。ちょっと分かりづらいかもしれないですけどね、はい、ここは9になってます。でさらに4番目ですね、軽量化、構造だったりとか素材を見直して全モデルよりも 30g の軽量化に成功しております。まあね、なんか今までもずっと水のシューズって満足度がすごい高いんですけども、常にこう高みを目指すというか、もっともっとと、もう終わりのない追求をしているシューズの一つだと思います。これも本当に前回多分ネオシリーズ紹介したんですけど、本当に軽いんですよ。だからもう本当皆さん、履いた時の見た目のテンションの上がり具合とか、若干フィット感がやっぱりこういうね、ベロがベロバラバラになってるやつとネオみたいな一体型だと少し違うので、皆さんそういうので履き心地で決めていただければいいかなと思います。シューズはやっぱり卓球専用として作られているのは水野だけなので、やっぱりそういうものを履いて、卓球をしてもらえると個人としてはいいかなと思います。はい、もしね、卓球以外のスポーツのシューズとかスニーカーとかでやってしまっている方は、一度卓球のシューズを履いてみてください。全然違うと思うので、怪我もしにくいですし、やっぱり動きにもね、卓球とスポーツに特化した動きに対応すべく作られたシューズになっているので、こういうものを一度履いてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回は前回引き続きシューズ、今年は目白押しです。どれを履こうか僕も迷ってますけども、皆さんはどんなシューズを履きますでしょうか。新しいシューズ履いて日頃練習試合と頑張ってもらえると嬉しいです。それではまた次、技術動画とかね、商品紹介いろいろやっていきますので、よかったらチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。